そして7番の井原博之と5番の有馬雄二、近畿勢が番手3番手で動いて赤番、2番の野崎の抑え、4番松本秀之進が下げて、6番の久保正史は中段から中段の立ち回りです。ラインの前後ろ入れ替わりまして、中部近畿3人で主導権、2番野崎翼を抑えています。引いた6番手に4番松本秀之進、6番手で溜めての勝負となりそうですが、4コーナーからかましてきました4番松本秀之進、強烈なスピード。1番の山崎が追走していきまして、中部近畿3人を叩いて西日本ライン、かましを決めて4番松本秀之進から1番山崎大輝、この両者後続に4写真のリード、叩かれた2番野崎翼は第2先行の形で再びその距離を詰めにかかる。残り200を切りました。神奈川勢は後方6番手7番手、先頭4番松本秀之進、後ろ踏み込んでくる1番山崎大輝、その後は3番手7番井原弘之上がってくる。しかし4番松本秀之進か、ゴール押し切りました4番松本秀之進。2着差を詰めた1番山崎大輝、